燃費データの不正問題で揺れる三菱自動車は今期の業績予想の公表を見送りました三菱自動車は業績予想を見送った理由について燃費データを不正に操作した問題を受け今後の売上や利益を現時点で算出することができないためと説明しましたまた今回の不正問題による販売への影響も出始めていて 不正を公表した今月20日以降の受注台数が以前と比べて半分程度となっていることも明らかになりました三菱自動車は今後顧客への燃料代の負担や提携先の日産への保証金などを検討していますが具体的な費用は把握できていないということです